この番組は2000年から現在にかけて全日本プロレスで行われた過去の名勝負をご紹介する番組です。今週お届けする試合は2008年の8月31日2008プロレスラブ in 両国ボリューム5、小島聡天山広志組対タル真壁闘技組の一戦です。この試合をご紹介する前にこの番組を続けていくためにもぜひ皆さんのチャンネル登録と高評価をお願いいたします。今回初めて真壁闘技選手の試合をご紹介することになります。僕はですね、GBH ができた頃から真壁闘技選手のことが本当に好き、もうレスラーで一番好きだと思います。本当にそんなね、選手のご紹介をできることは非常に喜ばしい限りですが、まずはこの天鼓寺の歴史を振り返ってまいります。1990年、天山広志選手が新日本プロレスに入門、そして翌年に小島聡選手が入門いたしました。というわけで完全に同期というわけではないですが、非常に年の近いレスラーだったと。そしてこの2人がですね、1999年の 1.4 天竜越永組を下し、初めて IWGP タッグ王座を体感いたしました。この翌年にはですね、プロレス大賞のベストタッグまで獲得するほどに成長いたしました。でしたが、この2年後ですね、2002年、小島聡選手が全日本プロレスに移籍することを発表いたしました。まさかの展開でしたが、天山選手が最後にですね、向こうに行って頑張れよというふうにエールを送ったと。この2人がですね、まさかの3年後、日本プロレス界の歴史を揺るがすようなダブルタイトルマッチに挑むことになりました。三冠ヘビー級王者小島聡対 IWGP ヘビー級王者天山広志がお互いのタイトルをかけてダブルタイトルマッチに臨み、天山広志選手が敗北、小島聡選手が史上初の4冠王となりました。ここら辺からですね、また2人のこのベクトルがこう混じり合っていくと、この取られた IWGP を取り返し、また天山広志選手のシングルマッチを行ったり、小島聡選手が新日本プロレスの G1 クライマックスに出場するなど、しかもこの2006年の最後の決勝にですね、天山広志選手が勝利するわけですけども、最後の最後、小島聡選手に放った渾身の TTD というとですね、大体この上からこう膝をつくような形で落とすことが多いものの、多分この時しか使ってないと思いますが、初めて TTD を開脚式で落とすと、小島聡選手の首がもう本当にマットにめり込むぐらい垂直に突き刺さるという衝撃的な必殺技がこの時生まれました。それほどのね、危険な技を繰り出さないともちろん勝てないというようなこともあると思いますが、やはりこの小島聡コーチならこの技を受けてくれるという信頼感があってこそ、この2人の絆が垣間見れるシーンと言っても差し支えないのではないでしょうか。この翌々月10月にはですね、天山広志選手が GBH グレートバッシュヒールというユニットを結成いたしました。この翌年6月にはですね、小島聡選手もブルドゥーマーダーズに加入するということで、この2人が両方ともヒールユニットに在籍していたと。しかし翌年にはですね、天山広志選手が GBH から追放されてしまいました。 GBH にいた頃はもう悪いことして輝いていた天山広志選手が追放されてからもうどんどんしぼんでいってですね、 G1 クライマックスを2連覇したあの時の栄光、あの時のこの活躍がどこに行ってしまったのかというほどまでにこう落ちぶれていってしまうわけですね。そこで蝶野正弘選手に、GBH お前が作ったチームだろうと、お前が自分で何とかしろと葉っぱをかけられ、行われたのが天山広志対飯塚隆のランバージャックマッチです。この試合にですね、天山広志選手が辛くも勝利するわけですけども、天山広志対 GBH のメンバー全員というような格好で試合後タコ殴りにされていたと。そこに突如現れたのが小島聡選手、 GBH のメンバーを一人で振り払って天山広志選手を救出いたしました。そしてこの2人の絆はですね、さらに深まっていくわけです。この翌月には小島聡選手がブルーマンダーズを脱退し、そして先週お伝えした通りタル選手とのシングルマッチに臨むわけですが、ここでもですね、同じような展開となりました。試合後小島聡選手を襲うブルーマンダーズのメンバー全員にですね、それを振り払うような形で天山広志選手が現れ、さらには大和広志、甲斐選手、この2人も加わって小島聡選手を救出すると。ブルーマンダーズ選手もご紹介いたしましたが、2007年の6月ですね、小島聡選手を電撃的に加入させたものの、天山選手をブルーマンダーズに引き入れられないどころか、小島聡選手にも脱退されてしまうということで、タル選手からしたらメンツをもう踏みにじられたと。その報復をすべく新日本プロレス G1 クライマックスの予選最終戦、小島聡対真壁闘技の試合に乱入し、小島聡選手にパイプ椅子を食らわせると、結果的に真壁闘技選手をアシストする形になりました。ここでですね、新日本プロレスと全日本プロレスの悪の同盟が結成されることになります。5日後ですね、小島聡選手とのシングルマッチに臨みましたが、この試合後天鼓寺再結成に対抗すべく、タル選手が真壁闘技選手の投入を予告いたしました。真壁闘技選手からしても、天山広義選手を襲っていたところを邪魔された小島聡選手、そして元々のGBH の大将であった天山広志選手、この2人に因縁があるということで、この4者44の因縁が渦巻く試合となっております。ぜひ最後までお楽しみにご覧ください。あなたには親友と呼べる人がいますか？
7.8 新日本プロレス後楽園大会。ヒールユニット DBH の襲撃を受けた名優天山広之の窮地を救い、友情の握手を交わした小島さとし。自分の思う通りにやると宣言し、長期欠場からの復帰を遂げた小島は、仲間である極悪軍団ブードゥーマーダーズの悪行には一切手を貸さず、クリーンファイトを展開した。前、俺は機嫌いいや。 あいつが天山をこのブードゥーに入れたの間違いないねんからよ。小島の変化に戸惑いながらも、全ては天山獲得のためと我慢をし続けたタル。しかし小島のラリアット誤爆で、ついにその我慢も限界に達した。俺はお前に言うたはずだぞ、天山連れてこいとな。さっさとこの金持って早う天山口説いてきてや。わかった。友情は金じゃ買えないんだよ。俺と天山の邪魔をするな。いいか、お前たちは今日で終わりだぞ。ついに1年間行動を共にしたブードゥーマーダーズとの決別を宣言した小島。極悪軍団を離れた小島は心機一転、新日本プロレス G1 クライマックスに出場。 GBH 真壁闘技との決勝進出をかけた一戦に臨んだ。しかしそこにあの男が。タルの介入で失速した小島は真壁に敗北。タルのせいで決勝進出を逃してしまった。タル、タル、てめえ、ざまみろ小島、俺ら、こういうのになるんだ、こういうのになるんじゃボケアホ。 8.22 後楽園、離婚に終止符を打つべくタルトの一騎打ちに臨んだ小島。しかし試合はブードゥーマーダーズセコンド陣の介入によって一方的な展開に。ラフプレーに耐え逆襲に転じた小島。起死回生の剛腕ラリアットが炸裂するも、レフェリーのカウントが妨害され勝利ならず。ついには無法地帯と化したリング上を見かね、レフェリーが試合続行不可能と判断、反則の裁定を下した。しかしその後も攻撃の手を緩めない極悪軍団。救出に駆けつけた正規軍戦士たちも返り討ちに遭い、小島は張り付けの刑に。お前よ、一人じゃ何にもできひんの。小島の命も風前の灯火かと思われたその時、なんと天山が登場。ブードゥーマーダーズを蹴散らし、見事大事な友のピンチを救った。8月30日後、両国、お前ら天山、小島、二人で来んとこい。俺が相手になるよ。相手はどう GBH の真壁じゃ。おい、取るな、おい。俺の大事な大事なコーチにお前ボコボコしやがった、ほんだろ、おい。おい、よう聞けよ、おい。小島は一人ちゃうぞ。俺がいるんや。天狗じゃ、おい。あいつら一緒にぶっ潰そうやないかい。天山、実は待ってたよ。本当に来るとは思わなかったけど、ありがとう。俺たちまだまだ頑張っていかなきゃいけないよ。なぜなら、そう、俺たちがプロレス界で一番かっちょいいタッグチーム、天山小島、略して天狗。最高の名タッグ天狗寺が1年8ヶ月ぶりに再結成。ブードゥーマーダーズタルト GBH 真壁の極悪タッグ粉砕を誓った。天山小島、てめえら何ができんだよこの野郎。いいか、おい、試合組まれたんじゃてめえら逃げれねえぞこの野郎。いいか、叩き潰しられるこの野郎。やれるものならやってみろ。固い友情で結ばれた俺たちはプロレス界で一番かっちょいいタッグチーム、天山小島、略して天狗じゃ、バカ野郎。スペシャルタッグマッチ60分一本勝負、小島さとし天山ひろゆし VS タル真壁闘技。
新日本プロレス G1 最終戦、小島真壁戦に乱入したタルが小島を襲撃。そのダメージで小島は真壁に敗れ決勝に出られませんでした。してやったりのタル、そしてこの両国で完全に熱湯を沸かすのか。このタルが入場してきました。タル戦の前に手にし、パンにぶちまける、ぶっかける。リングに向かうタル、どんな結末なんだ。まずはタルの入場。さあ、そして真壁が現れた。新日本プロレスで傍若無人、その台頭を展開している真壁刀義、今すでも G1 も準優勝という大偉業を成し遂げた。ここは結託となってしまったのか、ルージューと GVH の結託なのか。真壁刀義の入場です。IWGP タッグも取った、世界タッグでも優勝した、 G1 でも優勝を争った、史上初3冠 IWGP ダブルタイトルマッチでも力の限り戦った。だからまさに相手の技量、コンディション、そして気持ち、優勝は崩れる、優勝は平成のヘビー級名作、ヘッタン・ヒロヨシ・コジマ・サトシ。2008年8月31日ケンコジ、ここ両国で復活。ヘッタン・ヒロヨシ・コジマ・サトシ。アフォーナー GBH 260ポイント、マカベトーゲー。この表情、ブーイングなどクソくらい。マカベトーゲ、そしてルージューの創世タル。ルージューと GBH が戦う青コーナーサイド陣に取っております。さあ、そして天山平良氏、そして小島さとし、略して天王寺、ここ両国で復活いたしました。60分一本勝負スペシャルタッグマッチ。おい、相変わらずお前らバカみたいな顔しそうな、おい小島、おい天山、言うといてやるわ。お前らもよく聞いとけ。この世はな、友情なんかで飯は食われへんのじゃ。お前ら何寝ぼけたいこと言うとんや。おいブーテン GBH、 今日こいつらやったやつ俺から賞金出しちゃってもええぞ。おい、現実教えたのか。お前らもよう見とけ、行くぞ。さあ、仕掛けていきました。さて、おさのさん、いきなり場外戦です、はい、そうですね、あ、もうレーンになってね、 GBH
ージも来ますしね、ブーブーも来ますね、合体ですよね。そして村山レフェリーもですね、ちょっとゾディアックに捕まって、そうですね、いやもう完全に無法状態となってしまいました。いや大変なこととなってしまった、まあ、ある面予想はしていたんですが、予想上回るこれ展開となりそうですよ。変なね、もう悪の大連立ですよね、そうですね、はい、いや大変なことになってしまいました。見てるとやっぱりね、はいはい、ブードゥーは小島を狙いね、GBH は天山を狙う、あそうですよね。さあラリアット、天山のラリアットです。若部が一旦エスケープ、しかし今度は行きましたよ、ブードゥーと天山という、ね、曲ですね、はい、これを切った、さあダブルラリアット、ダブルラリアットです。さあ天山、そして小島、今度は樽を、樽でやっつけてしまうのか、両ロープに送った、帰ってくるところトーキック一発、そして思い切って叩きのめしました。まあ、天小島ね、はい、去年の 1.4 東京ドームですよね、はい、武藤長野組と戦って以来ですね、そうですね、でもブランク感じさせないですね、はい、さあ今度は合体サッパーが見られるぞ。相手に GP のタッグも取りました、最強タッグ決定リーグ戦でも優勝しました、そうですね、2006年最強タッグ優勝ですよね、そうですね、 IWGP タッグも2回取ってますよね、そうなんです、そうなんです、36台そして40台この2タッグ取りました、 IWGP タッグ。ちょうどね、はい、あの天山が1年先輩になるんですかね、ちょうどいいバランスなんですよね、そうですよ ね、今においてこのヘビー級のタッグといって、やはりこの天候地になるでしょうね、そうですね、さあその天候地が復活いたしました、この2008年の8月の31日ファンはこの2人の解消を待ち望んでいることと思いますが、逆にですね、はい、GBH とブードゥーがこの結託するというかですね、はい、ただその真壁の言葉を借りるとちょっと面白い表現があるんですね、ブードゥーとやってることが違うと、たまたま目的が一致しただけだと、連携などあるわけにいいじゃないかというのが真壁の弁なんですね、そうですね、スカッツにやってる中で息が合うというのがね、あの彼らの、主張だと思うんですよね、あなるほど、顔を出しましたが、これはレフェリーに制裁されました。さあ、タイルに対しまして小島、そして天山、天口のラッシュラッシュラッシュ、正面からエルボー、モンゴリアンチョップ、面白いように決まっているローリングエルボー、この辺りは天口の流れ、そうですね、はい、やっぱりね、天口と中蔵タッグチームの違いというのは出るかもしれないですよ、足を払った、本間まで、この辺りうまいんですよ、そして放送席でこの小島も蹂躙だ、ブーブーもそして GBH も加わって、いや一致しました、本間もね、かつては全日本の人間だったわけですが、そうですよ、まさかこんな形でね、全日本のリングに乱入してくるとは思わなかったですね、本当ですね、そしてこの真壁とね、小島というのはつい先日ですよね、この G1 の両国決戦ですよ、あのタルの乱流によりまして、あ、チェーンも出ますよ、あ、チェーンが出ましたね、そして羽賀いじめ、本間が羽賀いじめ、そこに真壁が突っ込むか、突っ込んだ、いや僕はね、今ね、あのこの GBH の要は本間だと思ってるんですよね、と言いますと、彼がね、はい、要所要所でいい形で乱入して、はい、常にやっぱり真壁に勝利をもたらしてきているわけですよ、いい参謀役ですか、まあ、全日本を辞めてね、約2年、はい、まさかこんな形でね、憎まれ者でブレイクするとは思わなかったですけどもね、いや本当ですね、いやしかし長野さん、ほとんどリング上の戦いはないですよ、はい、そうですね、もう今度は客席から再び戻って接中攻撃は真壁、とにかくもうリングの中で勝負しないとこれはどうにもならないですね、確かにそうですね、もう人数が違いますからね、そして真壁が今実にいいですね、そうですね、彼はね、その新日本、はい、G1 で準優勝、その前ゼロワンマックスの火、ね、祭りでも準優勝してますし、本当に素晴らしい活躍してますよ、いや本当ですよね、まさかこのね、全日本の両国に真壁が来るとはちょっと想像できませんでした、そうですね、で悪いことだけじゃなくてね、はい、技もしっかりしてますからね、いやそうなんですよね、あなかなか中に入れません、その間に長期攻撃は樽です、まあこの辺りはね、撮影に無勢といいますかね、人数がちょっと違いますんで、かなり苦しい展開となっている天狗寺、
政権好き、そして今度は真壁に渡しました。まあ、これも G1 のね、あの因縁がありますからね、先日のね。そうですよね。あとプラスしてね、小島が三冠と IWGP を持った時代ありますよね、2005年かな、の春に、この真壁がね、その五冠王者ですかね、四冠王者ですか、の、小島に挑戦を迫ったことがあって、新日本の、大阪で確か一騎打ちをやって小島が勝ってるんですよ。あ、そうか、そんな因縁も確かありましたよ。そうですね。その時実は全日本側の盾になって小島の前に俺とやれと立ち塞がったのが実は本間だったっていうのもね、面白いですね、過去なんですけどね。何かこう巡り巡ってね、しているようです。人間どうなっていくか分かんないですよね。本当ですね。さあ、その中で攻め込んでいく非常に厳しい攻め、真壁闘技現在も絶好調。まあ連携はないと言ってたんですが、うまい具合にね、いや、やっぱりね、悪いことをこう思い浮かべるのはね、お互い得意でしょうから、そういう感性では、感性は合うんでしょうね、合うんじゃないですかね。団体の枠を超えてもう暴れまくります、この両国決戦。さあ、またしても場外に送り出した。待っているのは GPH であり、そしてブードゥーマーダーズであります。ほとんどの時間を場外で費やしているこの一戦スペシャルタッグマッチ。あ、石井智弘もね、手を出してますね。この石井も新日本でいい活躍してますからね。あ、そして、ヤッシーに怒りのパンチ攻撃、鉄拳制裁は小島。あ、今度おアンダーソンですね。あー、カール・アンダーソンも今ね、GBH として新日本でやってますから ね、 そうですよね。今度9月5日の後楽園で天狐寺と、飯塚とアンダーソンというカードが確かありましたもんね。そうですよね。あ、そういう含みもあるんでしょう。さて、ウィングの中央、さて小島が激を飛ばす、小島が激を飛ばす。天山頑張れと、天山俺のところに帰ってこいと、俺たちは天狐寺だぞと。しかしこちら真壁は天狐寺なんてクソくらいだと、ムカつくんだと、そう話しておりました真壁闘技。あいつらと格の違いを見せつけると言っていた真壁闘技の体勢。カウントはカウントは2カウントです。カウント2。真壁のファイターは本当に力強いですよね。荒々しいですね。ラリアット倒れない、倒れるわけにはいかない。俺の必殺技はラリアットだから、ラリアットでは倒れないんだと。コジコジカッター、コジコジカッターです。ここで天山に渡すか。さあ、這うようにして飛び込んでタッチ、天山が入る。さあ、そしてタルが入る。ある面タルと憧れの幕だったんですよね、天山は。そうですね、かつては天山の不安だったんですよね。はい、でもこんな形になるとはね、夢にも思いませんでした。さあ、ロープに送る、どうだ、大チャレンジック、顔面を捉えました天山博義。さあ、バックを取る、バックを取って、バックドラップ、バックドラップ、岩石落とし。さあ、ホールの体勢、天山はどうだ。カウントは2です。カウント2カウント。まあ、天山もね、実際満身創痍なんですけど、気合入ってますね。気合入ってますね。あ、ちょっとここ危ないですよ。あ、ここは行きましたよ。ここでいい仕事、ある意味いい仕事しますよね。そうなんですよ。で、村山大地レフリーは、石井に引っ張られてるわけなんですね。ブレンバスター真壁、真壁のブレンバスターです。しかし天山すぐに立ち上がった。おーっと、ヘッドバット、ダリアット。いや、天山本当はね、体きついはずですけどね、頑張りますね。いや、気合入ってます。さあ、もう一度バックトラップの体勢、バックトラップ、あ、どうだ、あーっと急所蹴り、レフリーの資格をついての急所蹴り。彼らがすごいところは、必ずレフリーのブラインドをついてやることなんですよ。証拠を残さないんですよ。いや、うまいですね。さあ、目的が一致したルールと GBH、 振りが入る。そして今度はナックルパート、首筋に落としていった。ハルが走る、マウンテンボムか、首が痛いが、これもう諸ともせず
頑張っている、頑張り続ける天山だ。俺たちほどかっこいいタッグチームはいないと、この小島は日頃から常日頃から唱えている、吠えている。さあランダランダランダ、チョップの雨あられ何発打っているか。ファンはもう大歓声、大応援団に変わっている。両国のファンもう力の限り体がボロボロになるまで打っていく。気合を入れたよーしといったこの小島、対決戦に送った。さあ出るか、いっちゃうぞバカ野郎。さあどうか、おー村山大地がしっかりとアシストする、しっかりとどうだ、抑えてカウントマッチ。今村山レフリーが身を挺してですね、ランニングを抑えましたね。で両国が行っちゃうぞバカ野郎でね、一体となりましたよね。いや本当ですよね。考えたらね、はい、3月の両国の時小島はまだブードゥーにいて、佐々木健介に挑戦して部員が浴びてたんですもんね。そうですね、そうですね。さあライディングマスター、どうだ抑えます。カウントはカウントは2カウント、カウント2です、カウント2。こちらタル、タルと小島、さあそのタルに対しましてどうだ、セルが入る、タルがサイドから今度はかかと落とし、小島死ね。ああセルが入った側頭部、硬い部に固めた、どうだ小島返せるか、2カウントは2カウント、カウント2でなんとか返していきました。いやタルもやっぱり意地がありますよ ね、 そうですよね。さあ担ぎ上げてタルトリガーか、叶えたDDT。 小島も気合が入ります、いつも以上に気合が入ります。小島2爆戦に送るか、これを切った、おーっとレフリーに、これは故意ですね、故意ですね、あのリングを無法状態にしようという、作戦ですよね。上がってこいと、上がってこいと。さあヤッシーが入る、両サイドで切りつけて、天山と小島を一周も入りましたよ。そうですね、アンダーソンも入る、もう GBH ブートゥーがもう想定、待ち合わせを狙います。ダウン、リング上でダウン、中央でダウン。さあ椅子を取り出しました、椅子を取り出したブートゥー、大ブーイングなどもろともしません、そんなものクソフプラへ。さあどうだ、身を挺して抑える、これが友情だ、真の友情、このリングには友情が存在している。もう天山はね、痛い体で身を挺しましたもん ね、 ね、ああ椅子が破壊してされ破壊してしまった。さらに今度チェーンですよ、チェーンですね。さあ真壁、ここからチェーンのラリアットがある、チェーンラリアットがある、これを食らってはひとたまりもない。あーっと誤爆、誤爆だ誤爆、これを切る、あえて切った、本当天山。さあここの連携をちょっと見たいですね。そうですね、出た合体、天越の合体技、今度はデスパイプだ、デスパイプ。さあこれおー追ってしまった、ものすごい気合だ、ものすごい気合だ、気合に入る天山、今度は小島、天越の連携が見られる。さあ行く、担いだ、どうだ出た、合体の小島、自覚者ホールド転生、ファンが吠える、どうだ、2カウントは2です、カウントは2カウント、場外に落とす、赤部放送席、さあサポーターを取って、ラリアット、ラリアット、どうだ抑えてカウントミッツ、カウントミッツ、大園さん、いや見事でしたね、取りましたね。いやーちょっと待ってください、またやりやってますよ。いやこのままで終わらないですね、これは。本当ですね。あーさあそれを決断して再びリング上、あとジャゲも入ってきました、ジャゲドーム入りましたね、インカン来ましたよ、あ、インカン来ました、あ、なんとなんと、まるでもうリング場が
が新日本プロレスで始まりました。さあ出ますよ、アイアンランキングマン、アイアンフィンガー、ドラムヘルメット、アウト。ここは小島が勝った、コジコジ勝った。何かある意味新日本の後楽園 の前哨戦的なですね、最後そんなね部分もありました。小島、お前ら顔じゃねえんだよ、お前らなんかや、プロレス界からそのうちつまみ出してるからよ、よう覚えとけ、これは何か言うてみ。さあこっちをどうするか。タル、おい真壁、 DBH、 おいブーズ、お前ら最低最悪のチームやな、とっとと消え失せろアホ。さあ勝者チームの前個人、何か吠えますか。コジ、やっぱりコジは俺の最高のパートナーや。今日がスタートや、もう一回天コジガンガンやろうや。今日はありがとう。団体を超えたエキゾタッチとなりそうです。天コジ、今度は小島がマイクを取った。天山、天山、天山、今日はありがとう。やっぱり天山は最高のパートナーだよ。これからも頑張っていこうぜ。なぜなら俺たちがプロレス界で最も泣かせるタッグチーム、そう天山小島、略してていこうぜ。天山小島、略して天コジ、ファンの声援に応えます。これからも組んでいくと約束してくれました。越境タッグが実現しそうです。天山小島、略して天コジ、快勝。あ、天コジ、あ、くだらねえぞてめえ、おいおい、あ、過去の色もんだろうがよ、この野郎、おい、おい、誰だよ、すまさないよ、この野郎、おい、おい、誰だ、おい、うんこちんちんに言っとけ、この野郎、おい、誰だよ、すまさないよ、この野郎、おい、天山、てめえもだ、この野郎、ゆうさん、コジが、こうやって横にいるのはもう最高ですよ。自分にとってはもう、やっぱりリングにも言った通り、最高のパートナー、コジマしかいないですよ。今日はもう、ほんまに、あいつら汚いね、ゴンみたいな連中が、寄ったかってぐちゃぐちゃしてきたけど、ほんま最低なやつら、でも俺らは負けないですよ、俺らの2人はもうあいつらと違う、あいつらと違う友情があるねんって、やっぱこいつが一番ですね、本物の友情。ありがとう。俺はこの人と同じ時間に生きてきて、同じ時間にプロレスラーとして過ごせたことを本当に心から誇りに思います。こんな言葉を、普通に話せるぐらい、何も恥ずかしくない、こんな言葉さらっと言えるぐらい素晴らしい人だ天山は、俺たちの二人の過ごしてきた時間、普通の時間じゃないんだ、普通の17年間、普通の天コジとして10年間組んできた、今年でちょうど10年、俺たちの10年間はただタッグを組んできただけの10年間じゃなかった、時には戦い、時には憎んで、そうやってやってきた。タッグを組んでるだけじゃない、それだけの濃い10年間、ブードゥとか GBH とかその他のプロレスラーには絶対に分からない、それが天コジだから、それだけです。ありがとうございました。またこの続きはどっかで、とりあえず9月5日も決まってるし、まだまだ続くと思いますんで、よろしくお願いします。まだまだ天下取りに行こうぜ。ありがとうございました。ありがとう。
はい、というわけで今試合は天狗寺の勝利ということで、さすが天狗寺だというようなタッグワークを見せての快勝だったかなと思います。今年ですね、天狗寺が新日本プロレスの G1 タッグリーグ、さらに全日本プロレスの世界最強タッグ決定リーグ戦も制覇してしまうということで、メジャー団体2つのタッグリーグを同時制覇するという快挙を成し遂げた年にもなります。本当にもう2008年はですね、天狗寺の年だと言っても過言ではないのですね。対する真壁刀義選手、やっぱりですね、試合前の煽り部位に入っているものと、この試合後のバックステージでのコメント、このコメント力がもう非常に長けた選手かなと。真壁刀義選手のこのコメントをですね、もう本当によく昔はね真似したものです。こんなね、もう本当に綺麗な悪口、もう本当にすがすがしいほどの悪口、どうやったら考えつくんだろうなって、ね、いつもこう謎なんですけど、まあやっぱりそれがね、今のこのテレビ界でのコメンテーター、スイーツ真壁としてのこのコメント力にもね、生きているのかもしれません。そんな尊敬試合まで真壁刀義選手の試合をご紹介できて、本当にね今日は嬉しいなと思います。はい、というわけで来週なんですけども、来週も引き続きですね、新日本プロレスのレスラーの試合を掘り出していこうかなと思います。2008年8月22日サマーインパクト2008開幕戦、武藤敬司ライジン明組対中村慎介後藤弘樹組の一戦です。2008年というと、武藤敬司選手が中村慎介選手からですね、 IWGP ヘビー級王座を奪取してしまうということで、新日本プロレスからしたら司法が全日本プロレスに流出してしまったと。それを取り返すべく対戦相手となったのが G1 クライマックスの決勝で真壁刀義選手を破って初出場初優勝した後藤弘樹選手でした。というわけでこの2人の IWGP 戦の前哨戦となるこの後楽園ホールでの一戦、こちらを来週お届けしたいと思います。まさか全日本プロレスのライブラリーの中に中村慎介選手の試合があるとは、完全に忘れておりましたが、今まさに振り返るべき、中村慎介選手の貴重な一戦、こちらを来週お届けいたします。ぜひ来週までお楽しみにお待ちください。今週はここまで、それでは来週お会いしましょう。さよなら。